さん、こんにちは。こんにちは。九州大学のアコースティックギターサークルアンプラグッドからやってまいりました、2年の城谷智樹です。まずはまさにこんにちはという思いを込めて星野源さんのハローソングをお届けしようと思います。
悲しくなったり、寂しくなったり、楽しくなったり、逆に楽しくなったりとか、なんかそういう、まあ、不安定な感情だなって思いつつ、詩を書いたので、まあ、皆さんも夜どんな気持ちになるのかなっていうのを考えながら聴いていただけたらいいかなと思います。2曲目、オリジナルの夜行性という曲をします。の中で文字を書く。
12月の終わりに幹部交代があって、まあ、まさに僕が今2月ですから部長になって、まあ、3ヶ月ないぐらいで、まあ、それまで、まあ、一般部員だった僕がいきなりこう部長になると、今のサークルの見方もちょっと変わってきて、先輩もだんだんいなくなるし、なんかその、まあ、新しいところに来た感じだなという気持ちになっておりまして、で3曲目はそんな感じの、まあ、全然その舞台は違うんですけど、あのくるりっていうアーティストの東京という曲をやろうと思うんですけど、まあ、境遇が似た感じだなと思ってこの曲にしました。では最後、くるりの東京です。相変わらず不難な